今回の雑学はこちら。はい、ラブホテルの売り上げはどれくらいなのかと。日本のラブホテル業界の売り上げは年間で4万5000億円くらい。日本の防衛費とほぼ同じ額というんですね。ラブホテルの売り上げが多いのか、防衛費が少ないのかはわからないですが、ちなみにテリヘルの市場相場は年間で2兆5000億円くらいだというんですね。この額は島根県の経済数値と同等の金額と